ピンハイについて田中勝則中教師にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えてください。はい、前走後も大きなダメージなさそうで、むしろ上積みのありそうな、いい雰囲気で順調に来ているなと思っています。最終追い切りですが、半路で単走という形でした。はい、評価していただけますか。はい、非常にいい雰囲気で、いい動きで、すごく満足しています。休み明けをひとたたきした上積みというものはありそうですか。そうですね、ありそうだなと感じています。どこら辺が変わってきたとかっていうのはありますか。春と比べてってことですか、ね、はい、心身ともに少しずつ成長して幾分大人になってきたのかなという印象はありますね。まだこれから良くなる素材。そうですね、来年に向けてまだ良くなる余地は多分にあるんじゃないかなと思っています。先生が思うこの馬の良さを教えてください。そうですね、純粋に能力は高いと思います。勝負根性ももちろんありますし、スピードもありますし、競馬センスもいいですし、本当に能力の高い馬だなと思っています。休み明けの前走を解消しました。振り返っていただけますか。はい、よく頑張って走ってくれましたし、非常にいい内容だったと思います。折り合いをつけて最後スッと抜け出してくるという形でしたけれども、レース内容的にももう十分というか。そうですね、そういう形を見てみたいなという部分もありましたし、そのあたりを踏まえて、ジョッキーが非常にいい内容のレースを組み立ててくださいましたから、しっかり答え切ったあたりにやっぱり能力を感じましたし、レース自体も非常に学びの多いいい経験になったんじゃないかなと思ってます。今回も阪神コースではありますけれども、距離が2200m になります。この点についてはどうでしょうか。そうですね、春もオークス頑張ってくれましたし、先ほども言いましたけど、やっぱり能力の高い馬なんで、頑張ってこなしてほしいなと思ってます。当日は雨の可能性もありますけれども、この点についてはいかがですか。走ったことないんで、やってみないと分かんないところが正直なところなんですけど、こなしてくれていいんじゃないかなっていう感触は、球場スタッフも含めて持ってますんで、頑張ってほしいなと思います。理想のレース運びのようなものがあれば教えてください。どうでしょうね。ジョッキーがイメージする形で、スムーズに走れるのが一番いいのかなと思います。そこは、ジョッキーと馬に任せて、見守ろうかなと思ってます。最後になりますけれども、見通しをお願いします。はい、春ももちろんよく頑張って能力見せてくれましたけど、この秋もいい感じで来てますし、このレースもしっかり頑張って走ってくれそうなので、皆さんに応援していただけたらなと思っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。